ムズ谷の釣り TV YouTube。はい、本日の第一知り合い発見。あれ。おはようございます。おはようございます。何時から来たんですか。いや、まだ7時半頃ですね。早いね。まだじゃないし。まだじゃない。もうだいぶ経ってるよ。いや、今8時49分だから。ずいぶんね、音でそこら辺でかかったよ。そこら辺の浅いところで、はいはいはい、でそっちでもゴショゴショやってるから、そっち入れたら上の連チャンだった。ああ、なるほど。今2つばっかりかかりましたね。ね、今日もここで並んでやりますか。魚はいっぱいいるんだけど、ね、なかなかすぐには引っかかんないですね。ちゃんとカメラ目線で喋ってる。それじゃあ始めましょう。はい、よろしくお願いします。はい、本日の第1号。あれ、見たことある人が合流。動画撮っちゃった。はい、石川さん、お疲れ様でした。最近右手の人を腕を上げたい石川さん。こっち来た方がいいんだ。はい、じゃあ健常でタイムです。来てます。結構いるね。はい、ちょっと球持ち上げてみてください。20ぐらいですかね。20ぐらいですかね。20ぐらいですね。そんな釣れた。はい、これじゃあ入っておきます。赤ですよね。はい、OK です。はい、ジェームス谷です。天領です。はい、今日は3回目の柴原川長江。今日何日？ 4日。今日は4日ですね。5月4日です。はい、あ、苦戦しましたけど、まあそこそこは取れました。こんなもんです。これは少ないかな、石川さんより。えっ、若干ね、これで、OK。 はい、じゃあ食べますね。はい、食べてたらいいや、時間かかるから。はい、はい、こんにちは。こんにちは。ジェームス谷です。石川です。石川さん2度目の登場。今日で柴原川3回目5月4日でございます。石川さんより前半俺の釣ってたんだけどね。そうですね。なんかね、来てすぐ10個ぐらい釣れてたよね。3時半ぐらいから結構浅いところで、入れがかりとまでは言わないけど、まあまあコンスタントにかかりましたね。僕は諦めて場所を移動しました。で、下の、我々この前やってたチャラからさらに下の岩盤の落ち込みのところの岩盤の溝にはまってるアユをパン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 と最後釣って、僕は18匹、石川さんなんと20匹20匹、まだまだね、早い早い。ちょっと今日はなんか天気も良くて、途中ね風吹いちゃってぴったり止まっちゃったんだけど、夕方また追いも良くなってなかなか釣れましたね。そうですね、今日はまあ良かったですね。ただまあ昼間の風と激震状態、ね、釣れなくなっちゃったからね。夕方良かったけどね。あれはちょっときつかったですね。これで明日ね、なんと2人とも2人揃ってですよ。明日また今度はシイノキコでヘラですから。それでまた動画上げます。アユ釣りやってんのにまだヘラっていうね、ちょっと変な感じですけど、20匹おめでとうございます。ありがとうございます。僕は残念ながら18匹、もうちょい釣りたかったですね。まあ
お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、お疲れ様でしたってビデオ切ったんじゃねえのかって話ですけど、おととい届いた三段からの新商品の紹介をちょっと。今年のドライジッパーシャツです。まず赤。こんな感じでーす。あれ注文してないの？え？島さん。まだちょっとしてないですね。後ろはね、こんな感じ。ちょっとねロゴが青くなりまして、今年のモデルです。今日は来ませんでした。はい、白もですね。赤レッドバージョンになって白バージョン。はい、白はわー。はい、白はこんな感じです。はい、これが今年2023ニューモデル。後ろ黄色か。白のやつはちょっと黄色でこんな派手な、相変わらず毎度派手なシャツでございます。注文してないの？今年のニューモデルでした。あと石川さんが注文するのかなこれ。はい、新商品、今年のモデルのドライジップアップシャツの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。